保存状態のいいミイラがね100体はあるんですけど、もみやすミイラこっちって書いてある。ミイラ、ミイラへの道。むせお、もみやすガナファト到着。あれはミイラを表してるのかな。5人の。もう何これ。シャッター街やん。何これ。めっちゃ回らすじゃん。じゃ全盛期はここまで並ぶんじゃないの。あ、なるほど。うん。2022年の2月2日現在、今ちょっと人気なくなっちゃってるっぽいんで、ミイラ博物館、皆さん来てあげてください。かわいい。かわいい。カメラマンまた台？カメラ台？カメラ台入れました。設置された？はい。ます。いい、全然。やばい、矢印がミイラ。かわいい。ブラスアールです。あー、どうすやりそうな。ルミ、あ、生きてますか。わからない。そう問われるとわからない。わかんないよ。どんでもうやばいよ、ちょっと待って。もうやばいよ。GoPro8 でこれ撮れてるかな。セクシーな。違う。セクシーミイラ。マイナスタールです。違う。死んでる。いやでも魂よね。ここにいらっしゃるかもしれない。そうですね。失礼しました。こんなリアルな。名前とか書いてないから。なんで死んだ人だろう。ミイラってことは名前か。ミイラはレムジオ。ジュルス。ジュルスって名前はおかしい。え、じゃあテーマつけて。ミイラとキスしてる男性が。え、やばいやばいやばい、もう無理無理。多分この子は可愛かったんだろうな。18歳ぐらいの時に。やっぱ服のまま死んでずっとなってる人もいるんじゃない。ヒゲ生えてるもんね。これ男性だね。ちょっと見て。チンゲ。チンゲいいんですよ。歯もちゃんと残ってるしな。ね。おしパンだな。中国人女性？チナ。うん。赤ちゃん。保存状態のいいミイラがね100体はあるんですけど、感受性の強い方は来ない方がいいかもしれません。煙されて、すごい苦しい苦悩と恐怖でこう最後にしてたんだと思うっていう。なるほどね。どうでしたか。いやもうなんか子宮が上がりました。よくわかんないけど、なんか子宮がありました。子
球がなんかキュッてあの分かります、こうキュッてこう内臓がちっちゃくなるぐらい、ちょっとショッキングな、ショッキングな、ブエナスタールです、コマエスタース、私言っちゃった、見上げはね、まず何でかわいい、あのハイネケン、グラナファトバージョン、本当だ。何なのこれ？ケセスコ？な、ドゥルセ。あ、飴？食えんね。ああ。これ食えんの？え、ドゥルセセコメ、イエトセビデルパペリ。なんか、そんなの食いたくない。飴だった飴。お菓子。いつ食べ終わんの？いや、行った方がいいと思う、でもこれ。なかなかなくないですか、ビーラー。ないね、こんなのないよ。あんまり私、いろんな国行ってるけど見たことない。ホルモン漬けはあるけどね、タイに、バンコクに、赤ちゃんとかの。ミイラ博物館とかあんまり、なんか博物館の中に1体2体ぐらいいるかもしれないけど、めちゃくちゃいたから。うん。ホルモン漬けじゃない、なんだっけな、ホルマリン漬け。うわ、やだね。こんな高くないですね。トイレ行こうかな。何よ。なんだ。トイレから帰ってきたらメックさんが人気者になってたんだけど。さすがですね、メックさん。急に人気者になって何があったんですか。なんかいただいたので、まさかのこのところでいただきます。おーやばい、ナイス。いただきます。はい、メック。いただきます。じゃあ。うわー。